さあ赤番のホーム動いていった熊本勢です。しかしこれに突っ張る5番の飯野雄太、北日本勢譲りません。残り2周を切って7番の堀内昇もさあ動きを見せていきました。関東の3社、北日本の3社、さあどちらが主導権握るか。2コーナーバックストレッチに出ていきました。2番7番の堀内が5番の飯野を抑えての先行か。しかし5番の飯野雄太譲らずに3社のライン並走が続いて、さあこうなると4番松岡孝明早めの巻き返しに出ていくが、4番の松岡一気にかましていきました。1番の郷志がこれに続いて、さあ中段以降動きはどうでしょうか。2番の河野と内田3番和田圭並走となっているが、前は4番松岡孝明、熊本勢が後ろを離している。3番手の争いに7番の堀内昇、さあ巻き返してくる。外からは9番の一戸康弘、これは苦しくなるか。4コーナー回ります。4番の松岡が先頭、この番手ぴったりと1番の郷志正臣、郷志正臣が捉えるか。4番松岡孝明がゴールに並んでいます。3着は3番和田圭。